LINE アットの配信で商品が生まれるまでの具体的な3つのステップの配信のね、技術ってお話を配信事例を元にしながら皆さんにね、お伝えをしていきたいなと思います。で、まず商品をね、お客さんに買ってもらうためには何が必要かっていうことなんですけども、はい、皆さん何が必要だと思いますか？これ皆さんぜひちょっと考えてくださいね。例えばね、営業の時にはなんか清潔感のある服装しようねとかっていう回答もあれば、まあいろんなものが正解だと思うんですよ。ただ、お客さんに商品を買ってもらうために絶対これだけは外したらあかんっていうものがあるんですよね。これが何かっていうと、これがもういわゆる売れる原理原則なんですけど、めっちゃ重要なんでこれ覚えてください。信用信頼なんです。信用信頼。で、よくね、まあ、僕がこんなこと言わなくても、いろんな人が例えば金婚の西野とかもね、いや、お金を稼ぐためにはまず信用を稼げ、みたいなね、まあ、こと言うじゃないですか。堀江も言ってるし、みんな多分聞いたことあると思うんですよ。でもね、この人って信用してない人から物買わないんですよ。ね。僕が、例えばね、じゃあ今日、じゃあ僕今日ちょっと商談でね、恵比寿行ったんですよね、東京の。じゃあ、恵比寿駅で、例えばですよ、皆さんにね、じゃあ僕とすれ違って、僕が肩トントンって叩いてですね、はじめまして私、こういうものですと。で、実は今ちょっとね、水売ってるんですけど、この水飲むとですね、めちゃめちゃ若返るんですよね、みたいな。もう不老不死が手に入るんですよ。で、この水飲むと億万長者になれるんですよね。で、ちなみにこれ30万なんですけど、買いますかって言ったとするじゃないですか。買うよって人いますか？あ、まあ、いやいね。はい、ありがとうございます。昔これね、セミナーで聞いた時にね、2、3人ぐらい手上がったんですけど、買っちゃダメですよ。買っちゃダメです。まあ、これ冗談だけども、いわゆる、見ず知らずもよくわかんない人から、しかも高い商品売られて、まあ、買うわけないんですよ。普通に考えてね。そう。そういう話ですよ。だから、結局、保険とかにやっぱ売れてる営業マンとかってどうするかっていうと、やっぱお客さんに何回も会いに行って、そういった信頼を積み重ねていったりとか、真摯な対応で、お客さんちゃんとコミュニケーションを取っていったりとか、まあ、やっぱされてるわけじゃないですか。だからやっぱ信用信頼されてなかったら、どれだけ商品良くても売れないですからね。商品が売れない理由っていうのは、もう2つしかないんですよ。まず1個目が、お客さんがあなたのことを信用してないんですよ。で、もう1個は、100歩譲って、まあ、あなたがすごいね、真面目そうで、あ、この人だったら信頼できるなと思ってもらったとしても、今度は、あなたの売ってる商品が信用できなかったら、やっぱ商品買ってもらえないんですよ。まあ、この2つですよね。あなた自身を信頼していて、かつ商品のことも信頼してもらう必要がありますと、まあ、いうことになるわけですね。うん。そういうことになるわけですよ。じゃあね、お客さんから信用信頼獲得するためにはどうすればいいのと、まあ、いう話なわけですよ。ね。よくみんな、お金を稼ぐためには信頼残高を貯めろみたいな、まあ、抽象的なことを言う人多いですけど、どういうふうにしたら信用って貸し取れるのって話じゃないですか。例えば、なんだろうな。まあ、会った時に貸し料を持っていくとかね。まあ、古典的な営業マンがよくやるやつもありますよね。はい。であったりとか、まあ、いろんなことが言われると思うんですよ。だけど、まあ、自己開示を先にしようとかね。相手の先に話してもらうとか、いろんなことがあると思うんですけど、どれだけそういった努力をしたとしても、ある根本の原理原則、ここが欠けてたら、信頼って絶対に、構築されないんですよ。じゃあ、信用信頼を構築するためには何が重要なのかっていうと、一つ目は、これめっちゃ重要なんで覚えててほしいんですけど、これ、いわゆる単純接触頻度ですね。僕がいつも言ってるやつですよ。単純接触頻度。いわゆるザイオンス効果ですよね。1回しか会ったことない人よりも、2回、3回会ったことのある人の方が、やっぱ親しみやすいじゃないですか。普通に考えてね。だからよく銀座のウィンドウショッピングとかもそうじゃないですか。エルメスとかビートンとかいろんな流れんでますけども、ああいうとこね、1回じゃあ例えば、あ、じゃあルイ・ヴィトンの前に届き、あ、このバッグ可愛いな。いや、でもちょっと値段見て、いや、高いから今日は我慢。で、行ってまた帰る。また3日後、またね、ショーウィンドウ前に通るわけですよ。そのね、接触回数って怖いもんでですね。いや、やっぱ欲しいなと。いや、でも今日は我慢と。で、また帰る。で、また1週間後、そのショーウィンドウ巻いたときに、まあ、ちょっと試着だけしてみようかな、みたいな。で、お店入って、まあ、大体ああいうブティック行くとね、椅子に座らされるみたいな。で、結果的に、うん、これは自分のご褒美だって言って買っちゃうみたいなことあると思うんですけど、ああいうのもザイアンス効果ですよね。あとはなんか M ステで、初めて聞いたときに、たぶんスマップ新曲出しました。嵐新曲出しました。あ、こんな曲あるんだ。まあ、ふーんで終わるわけですよ。でもそこから1週間後、コンビニでも同じ音楽聴いて、その翌日、旅館でも同じ音楽がロビーで流れた時に、あ、この曲なんかいいなってなって、まあ調べたりするわけですね。結局全てザイオンス効果なんですよ。まあ、マーケティングって言ってしまえば仕組まれてるっていう話なわけですけども、ね、3.5 回の法則って言ってしますよね。人は3回から4回その物事だったりとか、人物、その人の話、それを聞くことによって、好感を抱いてしまう。
まあそういう心理法則があるわけですけど、まあザイオンスコープかってやつですよ、簡単に言うとね。あるわけですよ。まあ、これがやっぱ重要なんですよね。意外とこう盲点なんですけど。で、じゃあ周囲さんと、じゃあ接触回数高めたら信頼構築できるのかと言ったら、まあそうではないわけですよね。まあそうではないわけですよ。もし、あれですよ、接触回数高めただけで信頼構築できるんだったらですよ。まあ、例えば皆さんね、中学校の時思い出してほしいんですけど、あの、恋したことありますか？中学高校時代なんか好きな人がいたとか。はい。ね。はい。ありがとうございます。まあ、ありますよね。そう、僕もね、あの、高校2年の時にですね、僕男子校だったんですよ。中高一貫ね。男子校ってあれですよ。まあ、あの、異性との出会いがマジでないんですよ。男子校の男の子がね、まあ、恋人作ろうってなったら、もう基本的にもう3つしかないんですよ。1個目が、もう他校の文化祭に行って声をかけるでしょ。で、2つ目は、あの、友達の紹介でカラオケ行く、ボーリング行くみたいな。で、3つ目は、もう塾に入って、そこで仲良くなるみたいな。この3つしかないんですよ。で、僕はね、あ、まあ、この話ちょっとやめよう。脱線するんで、ちょっとやめますけども、まあ、中学って大体、まあ、皆さん、共学いた人だったら、じゃあ、男の子15人いて、女の子15人いますってなるわけじゃないですか。で、もし、毎日顔合わせるだけで好きになるんだったら、ね、まあ、女性の方だったら15人の男の子同時に好きになったことあります？クラス全員の子。ないよねって話ですよね。15人の女子の子と同時に、もう毎日ね、おはようおはようおはよう、あ、顔合わせてるよね。あ、好き好き好きって、まあ、ならないわけなんですよ。これ何意味してるかっていうと、単純接触頻度っていうのは、まあ、必要十分条件、まあ、必須条件ではあるんだけど、それだけでは足りないよってことなんですよ。実はもう一個ポイントがあって、これ何かっていうと、まあ、答え言いますね、もう。単純接触頻度かける、信頼を構築する。まあ、これが LINE の配信に1個目のポイントなんですけど、LINE で信頼を構築するためには、単純接触頻度かけるコミュニケーションの質と量なんですよ。これです、これ。で、コミュニケーションの量だけ多くてもダメなんですよ。質っていうのがすごい重要です。だから大体、あれですよ。初恋の相手。まあ、中学とか高校とかだったら、まあ、大学とかでもいいんですけど、まあ、大体ね、まあ、クラスが同じでいつも顔合わせて、かつ、まあ、部活動が一緒でとかね、先輩で部活が一緒で、帰り道も一緒で、コミュニケーションを交わす回数が多かった人を好きになるみたいな、まあ、話があるわけじゃないですか。結局これビジネスでも一緒で、まあ接触回数はすごい大事。だから、LINE の配信とかあれですよ、皆さん。1ヶ月に4回しかやってないとか少なすぎますからね。もっとやってください。配信。これもやっぱ接触回数のわけですよね。あ、今日も北野さんから LINE 来た。あ、明日も北野さんから LINE 来る。これは接触回数のわけじゃないですか。ですよね。あと、インスタグラムもそうですよ。僕いつも YouTube ライブとかで、インスタのストーリー、1日3、4上げた方がいいですよ。まあまあ、あんまり僕はノウハウ言うと生徒さんに怒られちゃうんで、あんまり言えないですけど、まあ、なんでか、やっぱ接触回数なわけですね。接触回数。で、いうわけです。で、さらに、質が大事ですよ。だから僕がね、LINE やって毎日に僕から LINE 来ると。LINE 来るけども、そこでね、例えば、あれですよ。まあ、ちょっと汚い話ですけど、まあ、僕はうんこっていう LINE をですね、毎日送ったとしたら、まあ、多分皆さん即ブロックすると思うんですね。だから、ちゃんとコミュニケーションの質が大事なわけですよ。質と量ね。質と量が大事になってくるという話ですけども、じゃあ、皆さんはちゃんとそれをできているのかと、まあ、いうのをちょっとまず考えてみてほしいなと思います。これがすごい重要ですと。で、次二つ目のポイントって何かっていうと、人間味のある発信なんですよ。人間味のあるし、これ二つ目のポイントね、覚えててほしいんですけど、これ人間味のあるキャラの発信ということですね。これは、まあ、皆さん、フリーランスじゃないですか。まあ、もちろん、従業員100名抱えてますよとかっていう大きな会社経営してるわけじゃなかったら、もう自分が商品なんですよ。うちもベンチャーだから、まあ僕が前に立って発信してるわけですけど、やっぱ自分が商品ですよね。ってことは、自分のキャラを売ってるんですよ。ね。まあフリーランスされてる方とか、いろんな業者の方いらっしゃると思うんですけども、結局、あれですよ。コンサルとかもそうじゃないですか。コンサルタントなんてもう5万と腐るほどいるわけですよ。日本にね。コーチングも一緒です。ね。コーチコンサル、セラピスト、カウンセラー、お教室業、学習塾やってる人もいっぱいいるよね。フォトグラファーもいっぱいいるよね。その中で、なんであなたが選ばれるのって話なわけですよ。で、結局、これからの時代っていうのは、まあ、ストーリー消費って言ってね、あなただから物を買いたいっていう時代にもなってきてるわけですね。うん。うちの生徒さんでも、SNS のコンサルタントの人いっぱい配通じしてますけども、私は、例えばさっき平井さんからコンサルを受けたいんです。もう平井さんのファンだから他目に入らないんですよね。いわゆるそこはもう人柄で言っていくっていう話になるわけですけども、いわゆる人間味のある発信っていうのをしていこうってことです。じゃあそのキャラのある発信って、いや、またね、北の目と、なんか抽象的な話しやがってと思うかもしれないけど、もっと具体化すると、いわゆるフランクな語り口調のコミュニケーションを取れる発信をしようって話ですよ。フランクな語り口調っていうのがまあポイントですね。
やっぱり僕もね、いろんな人の LINE200 人ぐらい登録して見てますけども、やっぱ配信が下手。うん。うまくないんですよね。一方的に送る配信で、なんか長文で、まあ、ピコーンってきて、ね、皆さん多分僕以外の LINE も登録してる人いると思うんですけど、多分ほとんど LINE 見てないと思うんですよね。やっぱコミュニケーション取れてないからなんですよ。そもそも、これはね、マーケティングっていうのは僕いつも言ってるんですけど、本質に沿って考える必要があると。そもそも、インスタもそうだけど、LINE ってなんで生まれたのっていう起源から考えてみると、そもそも2010年前って、まあ、メールの時代だったわけですよ。で、そっからスマートフォンがまず普及しましたと。で、そっからアプリが出てきたことによって、ユーザーのコミュニケーションの取り方っていうのがガラッと変わっちゃったんですよね。アプリの到来によって。もうインスタグラムで DM でやり取りできる LINE の登場によって、もうスタンプだけでコミュニケーションを取れる時代ですよ。それでみんなメール使わなくなっちゃった。もう僕がね、公認の時にはみんな全員 LINE 使ってましたね。っていう話ですよ。で、そこから LINE っていうのは、LINE 社も発表してますよね。もうコミュニケーションツールなんですよ。だから、LINE アットもお客さんに LINE 送るんだから、コミュニケーションを取れるような配信をしないとあかんでしょっていう話になるわけですよ。普通に考えてね。じゃあ、どういう配信をすればいいのかっていうと、まあ、例えばちょっと一例見せますけど、これね、加藤明日香さんっていう、まあ、三重県の四日市市っていう、まあ、結構どいなかっていうと失礼かもしれないけど、まあ、結構車で生活できない地域なんですよ。四日市ってね。で、で、美容室をね、個人で経営されていらっしゃる方なんですよ。で、この方もともと、まあ、美容室を自分でやってて、年商で、まあ、でもスタッフ5人ぐらいいるからね。まあ、900万ぐらいの売り上げあったんですけど、まあ、ちょっとやっぱり利益が残らなくて厳しいっていうところで、まあ、うちに来ていただいて、メルマガから LINE に切り替えたんですよ。で、そしたら年商が2500万ぐらいかな。で、ホットペッパー逆にやめたんですよ。やめても全部インスタと SNS の集客で、今年商で2500万ぐらいが、まあだから 1.8 倍ぐらい売り上げが上がってると。で、その加藤さんですね、どういうふうな配信してるのかっていうと、これ1文目これですよね。ペイペイ、ペペペイペイみたいなね。これ今、ペイペイの CM やってますよね。宮川大輔がなんか歌ってるやつです。踊ってるやつです。あれです。ペイペイペペペイね。もう、結構ふざけてます。こういう結構ね、茶向けのある、可愛らしい方なんですよ、加藤さんってね。まあ、僕は昔リアルで講座やってたんで、毎月お会いしてたんですけど、で、こんばんは、デイジーです。デイジーってお店の名前ね。まあ、美容室ですと。皆さん、ペイペイ使ってます？話題のスマホ決済です。うちも最近取り入れたんですけども、アナログ店だったので現金の取り扱いだったんですが、ペイペイでクレジット払い可能になりました。ハート。まずはペイペイダウンロードして500円分クーポンもらえますよ、みたいなね。まあ、こういう発信をした、翌朝の午前11時までで、まあ、新規の人から11件予約入りました。これリピーターじゃないですね。もともと LINE に登録してたけど、1回も加藤さんのお店行かなかった人から、いつ予約空いてますかってお客さん方からもメッセージの返信が来てるわけです。まあ、こういうね、加藤さんらしいキャラっていうのが出てるわけですよ。まあ、ちょっと茶目っ気があるね。だから全然皆さん、まあ、ドア分けまいてほしいですけど、全然ふざけてもいいですからね。うん。まあ、ふざけていいっていうとちょっとあれかもしれないけど。あとうちの、学科生の加藤じゃない、川田美穂さんっていう方で、まあ僕が、先週かな、一緒にコラボライブした方なんですけど、この美穂さんは、まあ結構やっぱ語り口の配信してるわけですね。例えば、これ20日か。今日の20時、暇してない？はてな。20代にして5社経営する、あ、これ僕ですね。北野さんとコラボライブ夜8時からやるよ。まあ話口調ですよね。テーマは、ホニャララについて。私が成功したまでのエピソードやマインドの SNS マーケティングなどについて掘り下げていきます。3分前にリンク送るねーみたいな。もうこれです。別にこんな感じでもいいわけですよ。別に、一昔はね、なんかメルマガとかよく昔のコピーライターとかね、LP は長く書けみたいな、今までそういうこと言ってる会社ありますけども、なんか文章って長く書けいいもんじゃないんですよ。もう長いと読まないですからね、今の人たちって。もう1分以上、ね、皆さん人間が1分間に読める文字数って何文字か知ってます？これ大体今400文字前後って言われてるんですけど、もう読むのに1分以上かかる文章ってもう読まないです、人って。もうめんどくさがりなんで。だから、もうできるだけスパッと要件を伝えた方がいい。だったりとか。まあ、あとこれ僕のある日の配信ですけども、SNS 開始59日で165万の収益達成した時に言って、興味ありますとかね。もう興味ありますってやっぱ語り口調なんですよ。で、うちの学科生でセラピスト企業で挫折をして、そこからこうだった方が、まあ、こうなった秘訣についてまとめて、ぜひ見てみてね、みたいな。まあ、結構フランクなわけですよね。で、僕の LINE って、皆さんが思っている以上に結構個別でも、ダイエットって個別のやり取りもできるんですよ。で、個別でも結構、お客さんからメッセージいただくこと、お客さんというか読者さんからいただくんですけど、まあ、こういうふうにやると返信が来るようになるんですよね、お客さんから。まあ、と別の日、ちょっとこれ見てほしいみたいなね。うん。やっぱ話口調ですよね。
国を当てにしすぎて今の生活でのらりくらり生きていけば大丈夫ってぬるま湯に使ってる場合じゃないよ本当みたいなね。まあ本当話口調ですよ。もうイメージのなんか友達と LINE してるような感じですよね。まあ、友達と LINE してるような感じのフランク口調ですよ。そう。まあ、っていうのを僕も意識的にやっぱやったりしてますよね。まあ、あとは新漫画150万稼ぐまでのぶっちゃけ話って興味ある、これ興味ある系とかね、あのお金持ちの人とさ、私ビジネス始めて2ヶ月目で150万稼いだんやけどっていうな、こういうふうになんないやけどっていうふうに、なんか大阪弁とか、なんか方言あるよって人いますか、この中で。なんか方言とか、あと訛りがある人とか、まあ、うちの会社も結構半分ぐらいあの大阪なんですけど、で、あと、沖縄の、まあ、上村とか沖縄なんですけど、やっぱその自分の訛りとかも別に出していいと思うんですよ、配信とかに。それが自分の個性になるので、みーこさんはあのバリバリのあれなんですよ、大阪弁でのキャラでやってるんですよね。で、死にたよね。でも現実はそんなに甘くはこうなったよ。でも、簡単に稼げたよなんて口が裂けても言われへんみたいなね。まあ、やっぱこういう話口調とかね。まあ、あとはあのイメージとして別にあれですよ。フランいわゆる自分を知ってもらう発信って、プライベート見せるっていうのも一つのやり方なわけですよね。プライベート見せる。例えばご家族と一緒に、まあ、今コロナだからあれだからなんかディズニー行ってきたよとか、まあ、そういう発信でもいいわけですよ。だったりとか、あとあの僕がですね、結構たまにお食事させていただく、北野哲松さんっていう、まあ、コーチコンサル業界で15年ぐらいやられてるね、結構大御所の方がいるんですよ。で、まあ、来月も沖縄で結構会うんですけど、その北野哲松さんっていうか、まあ、僕と北野のつながりなんですね、は、もう結構 LINE の配信とかで、前これやってたのが、まあ、結構50後半ぐらいに、僕の父親と同じぐらいの年の方なんですけど、今日、久々にお弁当を自分で作ってみたよみたいな配信を LINE にしたわけですよ。で、お弁当の写真と一緒になんか送るみたいなね。まあ、いつも真面目にマーケティングの話をしているんだけど、たまにそういうちょっと茶目っ気のある配信をしたりとか。で、それが一番結構反応良くて、めっちゃスタンプ来たらしいんですよね。まあ、であったりとか、まあ、別になんか今日、紅葉、お花見してきました、桜見てきたよとかでも言うわけじゃないですか。まあ、そういう配信でも全然いいので、そういうキャラの発信ってぜひやってほしいなと思います。はい。っていうのがすごい重要ですね。で、結局これ何が目的かっていうと、お客様のパーソナルスペースにいかに入り込めるのかってことなんですよ、本質はね。うん。別にふざけろっていうわけではなくて、お客さんのパーソナルスペース。やっぱ人ってね、見ず知らずの人から、と、知ろうとしたときに、やっぱり壁っていうのがあるんですよ。そのお客さんの心理的スペースにいかにうまく入り込んでいくかっていうのがすごい重要だと。まあ、これがやっぱ本質ですね。ということになります。で、最後ね、三つ目にぜひ押さえてほしいのが、価値観の共有ですよ。価値観の共有、ね、価値観の共有って何と、いわゆる私はこう思うってやつですね。私はこう思う、ね、ポイ捨てするやつはクソだと思う、あ、いいじゃないですかと、ね、浮気するやつはクソだみたいなね、渡部は許せないと思いますみたいな、まあ別に何でもいいんですよ。そう、芸能ネタに絡めてもいいと思うんだけど、まあ、それなんか時事ネタに絡めて私の意見はこうですみたいな、ホリエモンとかそうですよね。大学行くやつはアホだみたいなね。それが別に合ってるか間違ってるかって別にどうでもよくて、自分がこう思うっていうのを力強く発信し続けることで、それに共感してくる人が後から続いてくるってイメージですね。続いてくる。だいたいクラスとかで、まあ、人気者のキャラのジャイアンキャラ的な人とかって、まあ、例えばじゃあ文化祭やるときに何やるってなったときに、たこ焼きやろうぜって言ったら、それが自信満々にたこ焼きやろうぜ。いや、文化祭といえばたこ焼きでしょ。ずっと言ってたら、あ、確かにそうかもって言って、人っていうのは力強く発言する人にやっぱついていきたくなる生き物なんですね。だから一昔前とかあれですよ、まあ、結構前ですけど、ナチスヒトラーが独裁した時とかもずーっと自分の主張を通してたわけですね。まあ、あれは結果的にちょっとまあね、悲しい結末になっちゃったわけですけど、やっぱヒトラーとかもの時代からですよ。まあ、これ人心掌握術っていうね、話にはなってくるんですけど、自分の価値観と意見をずっとやっぱ言い続けるっていうのはめっちゃ重要ですね。情報発信ではめっちゃ重要で、基本的にさっきも話したんだけど、コンテンツ消費か物消費、いわゆる昔って、まあ、コンテンツ消費、物さえ良ければ売れたって時代があったわけですよ。ダイソンの掃除機、あ、買う買うとかね、パナソニックだったら間違いないよねみたいな。でもそれが今の時代ね、ヒゲ剃りもそうだし、掃除機とか日用品ももういろんな会社がいい製品いっぱい出してるから、もう日本ってのはもういいもので溢れ返ってる、物が増えすぎたんですよ。お客さんはもうどれも変わんないよねってなっちゃってるわけですよ。で、なんでそれで選ばれるのって言ったら、やっぱあなただからですよね。あなたの価値観、ストーリーに惹かれて、もうね、いや、税理士いっぱいいるよね。だけど私はあなたの YouTube を見て、あなたのファンになったからあなたから契約取りたいんだと、契約したいんだと。言ってもらえたら勝ちなわけですよ。そう。これが皆さん個人の強みなわけですよね。
個人の強み。で、まあ、実際にどういうふうにじゃ価値観の共有の発信するのかって、これはあくまで一例ですけど、まあ、我々が昔これやってた配信だと、あ、これちょっと、うちシステム昔入れたんでネームになってるんですが、〇〇さん、お久しぶりです。結構暖かくなってきましたね。最近のビジネス調子いかがですか？私はというと、成功しないのはバカだからっていう過激発言を連発したコラムを書きました。みたいなね。うん。成功しないのはバカだからと。まあちょっとこれはね、過激な発言をしましたっていうふうに、ちょっとオブラート包んで言ってますけども、僕はこう思うっていう持論をめっちゃこれブログにまとめたんですね。まああとは、これ2年前ですよね。あの配信ですけど、最近ビットコインとかいろんな情報出てきてるじゃないですか。やっぱお金って信用信頼の対価だと思うわけですよ、僕はね。で、本当に最近ね、ちょっと残念に思ったことがあるんで、それ殴り書きしちゃいましたとか、たまにはこういう配信あってもいいですよ。たまにはこういう配信があってもいい。だと、なんか昔ね、僕昔、サイゼリアでバイトしてた時の、先輩にこの間会ってきたんですけど、そこでね、すごいちょっと残念に思っちゃったことがあるんですよね、みたいな。まあ、それについて今日書きましたとか。まあ、そんな話ばっかしてたら日記になっちゃうからだけど、たまになったら効果的です。そう。まあ、こういうふうなやっぱ価値観の共有点やっぱしていかないといけない。まあ、あれですね。私は浮気はクソだと思ってるわけですよね。で、なんで今回わざわざこんなこと言ってるかっていうと、同じ価値観の人にだけ私の LINE 読んでほしいなと思いまして。で、なんか詐欺みたいな商材扱ってる人から相談、これからも全て断り続けます。それは私との価値観と違うから。ということで、今回は浮気するやつはクソという理由をコラムに載せましたもんね。あれそう。もうビジネスと全く関係ない話をね、たまにぶち込むっていうね、感じですけど、まあ、たまに、まあ、月1ぐらい僕もやってますよ、未だにね。うん。これをまあたまに入れ込んであげるというのがまあ結構重要かなというふうに思います。まあこれ以外にもね、今日話したのは本当ごく一部なんですけど、LINE 配信の全体像としては、まあこういったね、話です。まあ今日話したこのフランクションテンプレートとかこのあたりとかですね、このあたりですけども、まあそれ以外にもこういったうちは24大特典全部のテンプレートと、プラス8つのテーマに基づいた教育配信をやっていくことで、今日何の配信をしようかって迷わなくなる。で、自分の力で1ヶ月間、今日はこの配信をして、来週はこの配信をするって目的意識を持ってやっぱ配信をすることができると。で、基本的にやっぱ LINE の配信ができれば物売れます。めっちゃ売れます。なので、まあ、ぜひね、この LINE の配信、まあ今日のポイントを押さえてね、まずちょっと、まあこの辺とか皆さんすぐできると思うんで、まあちょっと練習がてやってみてほしいなというふうに、思います。